ずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの残量に注意しておかねえと。よし、いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。怖くなんかないぞ。遅い。実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。まあいいだろう。刃は攻撃すればガスは吹かせば消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。以上を踏まえ実戦を想定した訓練を行う。各自判断して必要があれば補給しろ。訓練兵、刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。怖くなんかないぞ。これが本日最後の訓練だ。総合的な巨人討伐技術を見せてもらう。これから目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ。よし、他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいこと言いますね。じゃん、獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。立体起動装置うまく使えてるみたいだね。ああ、なんとかな。だが、もっと上手くなってやる。とガスはまだ大丈夫。補給を忘れないようにね。ありがとうクリスタ、お前も頑張るよな。
おい、エレン。クリストの邪魔するんじゃねえぞ。はあ、何言ってんだお前。俺はもう立体機動術のコツをつかんだぜ。てめえは指くわえて見てな。うるせえな。お前にだけは負けねえ。苦手だけど頑張らなきゃ。アルミ、お前ならやれるって。俺も手は抜かねえけどな。ついてくならミカサかライナーか。お、なんだエレンかよ。何がっかりしてんだコニー。なんか腹立つな。そこまで。時間だ。訓練終了。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者は怖くなんかないぞお前だ。くそ、1位を逃しちまったか。おのおの今回の結果を踏まえさらに訓練に励め。解散。